アラン・ジェームズ・ボールは、イングランドの元プロサッカー選手、元サッカー指導者、元イングランド代表。現役時代のポジションは、ミッドフィールダー。ウェ。グラマースクール卒業後、ボルトン・ワンダラーズ FC でプレーを始めるが、背が低すぎるという理由で、プロ契約には至らなかった。その後、父がコーチを務めていた、ブラックプール FC と契約を結んだ。 1962年8月のリバプール FC 戦で、クラブ史上最年少の17歳98日にして、プロデビューを果たした。1964年11月のフラム FC 戦で、初ハットトリック。1966FIFA フフワールドカップでの活躍を受け、1969年8月に、エバートン FC に11万2000ポンドで移籍。エバートンでは、コリン・ハーベイ。 ハワード・ケンドールらとホーリー・トリニティを形成し、1969から70シーズンのリーグ優勝に貢献した。エバートンでは公式戦2 5 9試合に出場し79ゴールを挙げた。その後はイングランド内外のクラブを渡り歩き、1983から84シーズンをもって引退した。1965年5月のユーゴスラビア戦でイングランド代表デビュー。 自国開催の 1966FIFA ワールドカップでは22人のメンバー仲裁年賞で選出された。続く 1970FIFA ワールドカップにもメンバー入りしたが、1974FIFA ワールドカップは予選敗退に終わった。1975年5月代表引退。ありがとうございます。